まあ、アーノルドクラシックのね、まあ、一つ誤算はね、あれですね、クラシックフィジークのパンツなんですよね。ボディービルだけど、やっぱね、自分はね、ビルパンがね、一番やっぱショーに合うっていうか、クラシックフィジークのパンツあんま似合ってないような気がするんですよね。ただやっぱりこういろいろまあ改正されて、やっぱりこう今のこうわかんないけど、世界の現状としてはクラシックフィジークのパンツがクラシックボディービルでこう採用されてるらしくて、ちょっとそれだけちょっと誤算だったかな。クラシックフィジークのパンツでクラシックボディービルを戦うことになったんだけど、まあそこだけちょっとね、ボディービルのポージングの、ビルパンでのポージングとクラシックフィジークのあのパンツでのポージングの仕方ってまた多分見え方が変わってくると思うんで、まあクラシックフィジークでね、まあこの間4位に入賞したけど、日本クラシックフィジークで、ただ僕の中ではクラシックフィジークっていうのがまあメインではないから、まああくまでもボディービルが強くなるためのまあ練習って言い方は違うと思うけど、まあいろんなジャンルってカテゴリーに出た方が自分自身強くなるかなと思って、まあクラシックフィジークにも挑戦してるんだけども、やっぱ僕はあくまでもボディービルがすごく強くなりたいっていうのがあるので、まあちょっとね、ビルパンをじゃなくてクラシックフィジークのパンツでボディービルを戦うっていうのにちょっとね、不安はある。まあただまあね、せっかく掴んだチャンスであるし、ここをねものにしたいなと、まあ全力で、まあクラシックボディービルの一般の部と、40歳の部に出るので、まあそこ全力でね、戦っていきたいと思う。そんな感じ。